ャンネル。皆さんこんにちは、下川チャンネルの下野川です。ということで、おととい発売、タイムゲイザー&スペースジャグラー買取査定対決ということで、発売当日はね、私たち濃厚接触者で取りに行けなかったんですけども、2日遅れでようやく取りに行くことができました。で、今回この予約してたのが、このスペースジャグラーとタイムゲイザー1箱ずつ予約できてたんですけど、さらにこちらタイムゲイザー1箱だけ購入することができました。で、この3箱でどうしようかなと思ったんですけど、今回はスペースジャグラー1箱 VS タイムゲイザーの2箱でバトルしていきたいと思います。というのも、まあ、今回スペースジャグラーの方がめちゃめちゃ人気で、スペースジャグラーの方がまあちょっと下世話、シングルの単価ももう比べ物にならないレベルなんですよね。ということで、今回はもう1箱 VS 2箱で開封していきたいと思います。じゃあ早速、私しもがタイムゲイザー2箱なんですけど、私ちょっとどうしてもこっちの腰カードとか、まあ組みたいデッキがありまして、なんでタイムゲイザーの方開けさせていただきます。で、まあこっちのタイムゲイザーの目玉はやっぱここに書いてあるオリジンディアルガの、まあ V スターとか、あとはナタネとか、あとはそうやねんけど、こっちはもうどうしてもまあスペシャルアートが欲しいですね、ポケモンの。じゃあ早速、チュリーネ、はい、タチマル、はい、バシボンで、はい、あー、ライボルト、カワさんが好きなライボルトで、後ろニョロボン、ニョロボン、これこのニョロボン、ニョロボン、ニョロトのラインのデッキを組みたいんですよね。ラップ、フワライド、ラクライ、はい、リフィア、はい、大口の沼、新しいスタジアム。いや、でもうちらマジで他の YouTuber たちがこう開けてんの見て、もういいなって、もううちらは、あ、ステイドリー、おお、開けたくて開けたくてしょうがなかったよ、正直。リアコイル、いやでも、ヨロゾ、あ、ヒステイドリア、V スター、 V スター、これが自分の山札から草ポケモンと草エネルギーを5枚まで手札に加えるっていうので、もうかなりナタネとすごい相性がいいよね、うんうんうん、っていうので、今日今回からかなりこう新しいやつ、お、空腹は最高のスパイス、星ガリス、そう、何何何、マジ、はい、あー、ーチラーチのダブルレア、これがまあ V ですね。いや、そろそろです、コアルヒー、マジマジマジ、ペラップ、はい、あ、シードリエア V の下、10パック目、不安定、翡翠ガーディ、謎の化石、あー、レントラー V と切り刻む。まあ、これから水が強いから。うちやっぱ電流好きやからな、雷も使いたいし。電タイプやんけよ。はい、ニョロトの、ナタネの化石。ニョロトナタネの化石。ナタネの活気、これがね、今回やっぱサポートとしてすごい目玉で、まあ別にね、草エネルギーも煮つけられるんですけど、まあ単純に2枚引けるっていうのが強いですよね。あとニョロトのこれがトノサマ温度っていうね、まあ2エネで使えるんですけど、自分のベンチにそれぞれニョロモがいるなら60ダメージ、ニョロゾがいるなら90ダメージ、ニョロボンがいるなら120ダメージ追加なので、これ合計で280ダメージが出ます、もし全員おれば。え、合計やの？合計やろ、これすごくない？昔本場中悪口か分からへんに、ニョロトのに顔似てるねって、あのずっと言われてきたんですよね。前から組みたいな、体験は似てるよ、ね、イーブイ、コマタナ、ニョロモ、ニョロモ、あー、カイリキ、今回カイリキとスペースジャグラーはヒードランだけになった。そうですよ、 V マックス、なんで V スターにしてもらえへんかったよな。20パック目ワンタイン、お、イーブイ、マジマジマジ、ポケモンの SR っぽくない？え、なになに、スペシャルアート、はい、お、スペシャルアートや、マジ、あー、カイリキや、しかも後ろニョロトナ、やった、これあれやん、あのなんかてんてこ舞みたいな村斎藤とあのオニオンがおるとこで、あの剣盾の時のシティ、じゃあ斎藤の帰り聞いてるとか、あ、なるほどね、だから VMAX なんや、はひー、そういうことね。ギャルが出てる？出てないで、で、出てないやん、前もついてなかったちょっと忘れてた、待って、あ、ジバコいる、うち結構エクストラターン狙いやから、ほんまにな、くらい、そういう意味でこっちが良かったのに、ああ、怪力 VMAX、 リアルが V スター出えへんのじゃん、マジじゃん、え、待って待って、え、 V 出る？ V 出る？あと2パック、え、ちょっと待って、リアルがマジで、うちもリアルがの方がいいなと思ってん、パルキアより鋼でね、エクストラターンもらえるんですよ、出へん限り説明ができん、モグル、ちょっと待ってよ、えー、ラスト1パック、表紙表紙、こんな箱あるね、景品表示法的に大丈夫なんですか、これは大丈夫、いきます、はい、席、あー、またる、いや、席良かった、いや、良かった良かった、もうリアルがありきの席やんか、一枚も出へんかった、買っててよかった、2箱目あげます、パッケージ引けない病、いやー頼む、ここでナタネの SR 引いて帰る気守るわ、逆にディアルが引かん方が面白いかも、いやもうやめて、そう、面白とかいらんねん、スニョロモン3パック目、何ニョロモン、ええ、嘘っきー、マジマジ、何やその引かれ方、はい、さっきの HR、 HR、 えー、いいや、待って、ナタネの HR よくない、サポートは HR、 あ、許容側、許容側ですね、私は。でも今回のトップレアはこれの SR なんですよね、多分みんなやっぱ色ついてる方が好きやん、このキラキラより、でも HR の方がなんていう、レアリティ的には多分高いね、
いやでもよかったよかった、ナタでハピネスハピー、またはもうディアルが弾ければ OK って感じで、ウィリー止まる、はい、怪しい渋い、大怪しいベリーだ。でもこれ HR 弾いたじゃないですか、結構 SR が一緒に入ってる可能性高いんですよ。あーやばい、待って待って、やばいやろこれ。お、イーブイノロも何ヒスイガーディー、はいヒスイドレディア、ドレディアの可能性もあるけど全然。え、マジ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 、はい、あジャボヤーイ、オリジンリアルがブイスト、これですがな、ブイスターパワースタークロノス、この番が終わったらもう一回自分の番を始める、つまりはボルバルザーク、みんな大好きエクストラターン、その分超えね。まあでもこれ鋼やから、メタルソーサーとか、あとまあドータ君のメタルトランスとかがあるから、もう結構こうエネはつけやすいんじゃないかなっていうので、まあ、ザシアンとかもあるからやりやすいような気はします。いやよかった、嬉しい、ウソッキー、あー、まあ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 、嬉しい嬉しい、やっとはもうディアルガの下引くだけやな、頼みまる。さあやっこいり止まる、やっこいり止まる、え、マジめっちゃいいやん、やばい、もう好きになっちゃった。マジ、ナタネ HR 赤 SR 箱、めっちゃすごくない、サボ箱や、絶対あいつ持ってくれ、負けた、いやいやいや、いや負けるようなことあるわ、なんなの、鋼エネルギーを2枚トラッシュして、で山田から好きなカード2枚選んで手札に加えることができる、これで落としてメダル操作につけようね、まあそういうことですね。スネフアンテガーディー、わあ、オリジンディアルがトトレキングシューズ、缶のペキア、これを求めてた1箱目から、ラストパックいきますか、ラストは化石クレセリア、マジ2箱にしといてよかった、1枚でまくれるから、やかい引かれたら終わり。続いて母さんのスペースジャグラー、一箱狙いカードは、はい、女、いや、もう言い方高いよ、でも普通 SR で揃えたいから、おお、普通に当てときたい、高いんですよね、買いはめちゃめちゃする、まあ、さあその分一箱対二箱っていう、まあそうやね、で、まあいいか、ゴルダック、ドータ君、まあ他にもな、いろいろ、まあパルキアの、そうね、V の V スト、ああパルキア、やばパルキア、一発目に引くやん、まあ、これ自体根本水一エネでスタジアム、うん、持ってくれるっていう、さあ、木黒謎の化石コロトック信用信頼、うおダブルターボエネルギーがもう無色エネルギー1個になってしまうっていう、まだ V スター出てませんが、木黒コータス、まあいいか、はいはい、惜しい、大祭の SR、 SR トレーナーの SR ではあるんですけども、うわお互いのプレイヤーはそれぞれ自分の手札を表にしてお互いに見せ合って自分の山札を3枚引くという、いちごさん大祭持っていくことないと思ってちょっと待ってくれ、え、多分オリジンパルキア持っていくと思います、大祭持ってねえちょっと待って、それはそれでなんか難しい話だなさあまあまあまあ気を取り直していきましょう、ヒスイニューラ EV 抜群グラス、あ、3倍になるやつ、コラグノム、あー、おー、バサギリブイスター、トラッシャーにある数かける30、表にして3枚引いてどうすんねんいや相手のバサギリブイバサギリブイ、この相手の絵に破壊だ、それでかいよな、やめてほしいほんまに、トゲピーヒスイ丸丸、あー貝、おで、ヒスイボール、おーヒスイのヘビボールいいよな、まず貝が水ポケとグッズをそれぞれ1枚選んで手札に加えることができると、強い、水はやっぱ今な、こうメッソンラインもいますしな、ここがな、ヒスイのヘビボールも結構うちは好きやねんけどな、このサイドから種取って、そう持ってくる、サイ全部見れんねん、しかも最低上入ってて持ってこないっていう選択もできるっていう、マックスレドンのシャグノム、あー、ヒスイオーニューラ V、さあマクノスタドーミラー、おあーヒードラン V、 スタジアムに影響してダメージ出したり VMAX の方が回復できる、うーん、ウスロー勝ちコールで壊ら、あっ、たたたく抜群です、寝てたらサイドを取られない、すごくない、夢落ち、この結果もない、夢落ちやったらよかったのにな、言いましてね、あっちのシラブカス、はい、あーやる言うた、お取り寄せ、バトル場にいるなら自分の山札からポケモンの道具を2枚まで選んで手札に加われるっていう、強すぎる、ラスト2パック、どうし、おっ、これメレシー、はい、オリジンパルキア V スター、いやでも取られる可能性ある、そうですね、はい、スターポータル、自分の番に使えて自分のトラッシュから水エネルギーを3枚まで選んでビーズポケモンに好きなようにつけれますよという、今までアルセウス裏工作の部分のアルセウスをパルキアに変わるんじゃないかっていう、だから2エネで最大260点、互いのベンチマックスやったら、それでかいよな、というオリジンパルキア V スターが出たところでラスト1パック、 UR、 いやでもありえる、 URHR やったらまだあるよ、グスロー、ヒメグマ、ハチコール、コバ、ザクロ、はい、レジドラゴン、以上、負けました早い早い、あ、もしもし、お疲れ様です、
疲れ様です。あの今何時だと思ってるんですか。すいません。え、申し訳ない。本当にすいません。ごめんなさい。寝てたんですけど。いやもういちごもね復帰してくれてよかった。期間でいいよ。どのカード欲しい。早い早い早い。もう早いな。結果期間でいいよ。どれ欲しい。一応ちょっと聞かせてもらってよろしいですか。スペースジャグラーの方が2,950円です。お、普通にすごくない？結構思ったよりすごい。じゃあ続いてタイムゲーザー2箱の合計が4,610円です。いや待って、2箱でそんな結果言ってないでしょ。思った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 より低くてびっくりした。え、これじゃあ1箱勝負やったら、チェキ中根の方が3,360円。あ、じゃあ1箱勝負では負けて、こっちやったら買ってたんや。1箱でもカイリ着る方は1,250円。ちょっとカイちゃん。こっちのカイちゃんねえ、カイちゃんダメか。1000円はするんですけど、これでほとんど、え、残りで、え、翡翠ドレディア以外定額なんで。マジか、泣いた。チェキ SR が1,500円です。高っ。汎用じゃなくて、え、男の子の SR にしては結構高い方やなと思います。だったらね、 HR が1,000円。うわー、やっぱ SR は色ついてな、席よりも下なんや。ってなったらじゃあ大祭は、あ、大祭行きます。ちょ、なんで笑ってんねん、おい。定額で500円。よかったわ、定額に入れてくれなきゃよかったわ。じゃあ入りはするやろ。笑ってるから定額にすら入らんと思ってた。びっくりしたね。オリジンパルキア V が900円、オリジンパルキア V スターが1,000円。え、元値の HR と一緒なの、 V スター安い。大祭よりおいおいおい、ちょっとお前、お前全国の大祭お前バカにしたの。あー、大祭、大祭が泣いてます。え、売れまくってる、もしかしてお店でもパルキア。買い取りめっちゃ来ると思って、うん、全部出したら全部売れて、え、買い取り今回になったらしくて。じゃあアドバンテージ、パルキアの在庫はないってこと。ほとんどないっぽい。社会現象になってるよ。すごくない。そうなったら、じゃあ想像で買いのノーマルとかもやばいってこと。この前のボスの指令状態400円。おーい、マジ。大祭で100円差。あ、大祭、おい、お前、また、はい、また出た。おい、デコで殴るぞ。いや、どういうこと。買いっていくらぐらいなの、買い取りで。17,000。え、買い取りで1万7,000。じゃあ何、販売2万とか4枚揃えるってのは、じゃあ8万かかるってこと。やばすぎる。ってなると、なっちゃん、まあ今回ですね、まあ負けた川さんの、分かってるよな、オリジンパルキア V スター。先生、はい、ちょっと待って、先生先生先生、話聞いてた。いやいや、もうしゃーなしな、 SR ワークしゃーなしあげるやん。なっちゃん、心に素直になって、オリジンパルキア V スター。はい、ということで、悪魔、オリジンパルキア V スター、こちらをですね、あのいちご先生に後日お渡ししたいと思います。今回も査定していただき本当にありがとうございました。明日店に100人ぐらいアンチ来るで。やめたれよ。嬉しい、あの大沢さんから来ちゃう、むしろやったー、いっぱい人来てくれた。ありがとうございました。ありがとうございました。アドバンテージもお願いします。はい、大パルキアブーム、販売やったら1000円はもう超えてるわけやん。それでもみんな買っていくっていう、僕に綺麗になるっていうだけのパワーカードが、いや強いの書いてることが。ということで、皆さんもまあスペースジャグラーの方はね、結構買うの大変かもしれないんですけども、皆さんも回やったりオリジンパルキアだったり大祭だったりを狙って開封してみてはいかがでしょうか。ということで、本日もご視聴本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、本日のシモカーチャンネルでした。こっちのカイちゃんが勝ちましたな。わーは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 ー。うわっ。おい、ここまで使ってくれ。